さあ前半戦の競争、初日の競争はスミノイファイブです。第5レースを迎えています。まず1、2、6となって、その前に3、4、5が船を回してまいりまして、さあコース取り、コース争いですが、インコースは1号艇で小バテリオシ、初日のスミノイファイブ人気の中心となっています。前走のカラスの6日間では今年の初優出があって4着でした。今日はこの後ドリーム戦を走ります。1分進回転を始めて、その横2コースは2号艇でしょうか、伊藤翔太。サタンマーク横に1フタ、そして6号艇の西橋奈美。今年は参戦して3優出、3場所連続優出中、今季勝率は7点台と好調。そして3号艇の泉智美はスローでしょうか、引っ張るでしょうか。あと4号艇の木村亮太、今季は A 級ペースの活躍、動いていきまして、6コースに回って5号艇のシンデコージ、今日前半戦では第1レースでイン逃げを決めています。さあスロー勢が1フタ6と入りました。ダッシュ勢が3、4、5の並び。これで1、2、6、3、4、5、3対3のスタイルで、さあ追い風吹いてまいりまして、スタートライン上風速3メートル前後の追い風になっていまして、スタート10秒前、初日の第5レースのスミノイファイブ、インコースから1番、2番、6番、3番、4番、5番の3対3、まもなくスタート。今スタートしていきました。お知らせいたします。第5レーススタートにおきまして、フランケジェがあるかも分かりません。お知らせいたします。第5レースは1号艇小葉、2号艇伊藤、3号艇泉、4号艇木村、5号艇新出、6号艇西橋、6艇すべて全艇がフライング変換欠場となっています。全艇変換されます。第5レースはレースが中止となります。すべて変換となりまして、第5レースはレース中止となります。船券は大切にお持ちください。第5レースは1号艇、2号艇、3号艇、4号艇、5号艇、6号艇と全艇フライングとなりました。レース中止となりまして、全艇変換となります。船券は大切にお持ちください。繰り返しお知らせいたします。第5レースは1号艇、2号艇、3号艇、4号艇、5号艇、6号艇と全艇フライング変換欠場となって、第5レースは中止となりました。船券はすべて変換されますので、船券は大切にお持ちください。